あら、ごめんなさい。他人の分はないみたい。こちらを見下して笑う姑。彼女の手から渡されたのは、ガリの実乗ったお皿。興奮し鼻を膨らませながら笑うので、ふんがふんがと鼻息で揺れる鼻毛まで見えた。何を言ってるのだこの人は。あっけに取られていると、姑にすり寄るように義兄の嫁であるカレンさんが言った。かわいそうですよお母さん。私の分はありますよね。もちろんよ。孫を産んでくれたカレンちゃんは大事な家族。でもね、この不妊嫁はもう他人よね。その様子を見ていた義兄である勝也さんは、母親や嫁の言動を止めることなく笑っている。怒りに震えた私に、夫の正也がうなだれて声をかけた。琴乃、帰ろう。うん。こんな低レベルな義家族と一緒にいられるか。荷物をまとめて帰ろうとする私たち。しかしその直後、姑たちには天罰が下ることになるのだった。私の名前は白崎琴乃、30歳の会社員だ。長年ある企業の事務として働いている。そんな中で知り合った得意先に勤める3つ年上の正也。向こうからの猛アタックで交際を始めたが、真面目で誠実な彼に私も次第に惹かれて結婚に至った。正也は仕事もできるとても素敵な男性だが、ただ一つ気になるのはその優しすぎる性格。少しおとなしくて謙虚な彼はたまに損をしてしまう面もある。それを私はズバッと指摘してしまうことがあるのだが、そんな時でさえ彼は、さすが琴乃、そんな強い君に僕は惹かれたんだよ、なんて言って笑う。まあそういったところが私も好きなのだが。そんな正代との結婚生活はつつましくも充実していて幸せな日々。けれど、ただ一つ頭を悩ませる存在がいた。それが正也の母親、姑だ。正也は兄と二人だけの兄弟なのだが、長男至上主義である姑は義兄ばかりを可愛がる。正也の話を聞くとどうも昔からそうらしい。長男の勝也さんは姑に似てはつらつとしており活動的。次男の正也は姑に似ておとなしく逆らわない性格なので、そんな差がついたのだろうと正也は語る。もう昔から身に染みているのか、正也は姑には逆らえない。それだけが唯一の不満といえば不満だった。結婚する時の挨拶でもこんなことがあった。お兄ちゃんより先に結婚っていうのはちょっとね。もうちょっと待つことはできないの？お兄ちゃんがかわいそうじゃない。なんと姑はまだ独身だった勝也さんを気にして、私たちの結婚を遅くしろと言ったのだ。当時まだ恋人もいなかった勝也さん、そんな彼の結婚を待っていては私たちの入籍はいつになるかわからない。母さん、さすがにそれが理由で反対は納得できないよ。俺は琴乃と結婚すると決めたんだ。お願いだ、許してほしい。でもね、周りの目もあるしね。ぶつくさとまだ文句を垂れる姑に、気の弱い姑と正也が何とかフォローをして了承を得た。なんだか難しそうなお母さんだなと不安を抱いたが、愛する正也と結婚するなら多少のことには目をつむる必要もあるかと思い我慢した。しかし多少ではないことがすぐに発覚する。なんと義両親からの結婚祝いの祝儀袋には千円札一枚しか入っていなかったのだ。千円？確認した私は目を疑った。何度も見やり袋を逆さにする。しかしそれ以外は出てこないし、出てきた紙幣に書かれているのは紛れもなくひげを持つ人物だった。
というか、なんだこのしわくちゃな古いお札は。これはいくらなんでもひどくない？まさかこんな、バカな。さすがに息子の結婚祝いが古びた千円札一枚というのはありえない。信じられないといった表情をしたまさやは泣きそうな声で言う。きっと間違えたんだよ。でもお兄さんからの分も含まれてるって聞いたわよ。それが千円じゃ納得いかないわ。いや、間違いだ。きっと間違えたんだ。現実問題から目を背けようとするまさやが少しかわいそうに思えた。私はそれ以上追求することをためらってもう何も言えなくなる。結局本当に間違いだったのかもしれないということで、うち祝いは通常通りに返した。こちらとしては相当なマイナスだったが、それも仕方ないと割り切る。しかし私の中では姑を含む義実家への不信感が一気に増す出来事だった。義実家とは電車で1時間ほどの距離があるため、普段の生活で困ることはなかったけれど、会うたびに姑から孫はまだか、夫婦はうまくいっているのかなど下世話な心配をされるたびに、私の鬱憤は溜まっていく。そして2年後、大きなニュースが飛び込んできた。39歳となった勝也さんがついに結婚することになったのだ。相手のカレンさんは27歳、なんと妊娠までしているそうだ。それに喜んだのは他でもない姑だった。あらまあ、こんな可愛いお嫁さんと孫が一気にできるなんて、勝也、あなたは本当に親孝行者だわ。やだな母さん、当たり前だろ。結婚の挨拶に来るだけなのに、なぜかマサヤと私も招かれた。わざわざ呼んでおきながら、私たち夫婦は蚊帳の外で、姑はベタベタと勝也さんたちを褒めたたえる。カレンちゃんは読者モデルをしてたんですって？だから美人さんなのね。そんな、お母様恥ずかしいです。くねくねと身をよじらせて恥じらうカレンさん。前職はモデルをしていたと姑たちには話しているらしいが、本当はキャバクラ嬢だということを私たちは知っている。以前電話をくれた勝也さんがマサヤに対しうっかり口を滑らせていたのだ。それでも職業に寄せんはない。明るくしゃべるカレンさんは悪い子ではないっぽい。しかし趣味は私と合いそうになかった。話す内容は流行のことや美容のことばかり。けれど姑はそんな彼女が気に入ったらしく、ワイワイと美容話に花を咲かせた。彼女がそのまま姑と仲良くなれるならそれはそれでいいかと考え、私は一歩引いていた。しかし輪に入らない私が気になったのか、カレンさんはチラチラとこちらを見る。琴乃さんは美容とか興味ないんですか？そんなのこの子にあるわけないでしょ。地味だしダサいし、ちょっとはカレンちゃんを見習いなさいよ。なぜ姑が返しているのだ。ピクピクと私のこめかみが動く。マサヤが慌ててフォローをした。何言ってるんだ母さん、琴乃だって十分綺麗だろ。いやーね、この子は昔からゲテモノ好きなんだから。さすがにこれには私も頭にきた。もともと取れかけていた優しい嫁の仮面がポロリと落ちる。マサヤさんはゲテモノ好きですか？そうですよね。こんなゲテモノな母親をかばうくらい優しい方ですから。そうそう、ゲテモノな私って、な？そのまま乗ってくれればよかったのに、突っ込み返した姑は鬼の形相になった。気づいたかと内心舌打ちをする私。ちょっと、私がゲテモノってどういうことよ。言われて嫌な気分になる単語を先に使ったのはそちらです。謝ってください。もう
生意気な嫁なの？突然落とされた嫁姑の戦いの火蓋に周りも騒然とする。おいおい、俺たちのめでたい席で何してるんだよ。やだ、琴乃さんって怖い。長男夫婦は火に油を注ぐことしかしない。バチバチと睨み合う私たちに、それぞれの夫が背後から声をかけた。まあまあ落ち着いて母さん。すまないね琴乃さん。何謝ってるのよあなた。あなたがそんなんだから嫁がいい気になるのよ。弱気な舅は相変わらず舅の尻に敷かれている。憤慨している私を正也も落ち着かせてくれたが、こちらも少し頼りなかった。結局先に帰ることにした私たちに、舅はとどめの一発を入れてくれた。お兄ちゃんへのお祝いはきちんと渡しておくのよ。必ず10万以上は包むように。もちろんいくら尊敬できない義兄夫婦とはいえ、舅への腹立たしただけで祝儀を渡さないのは礼儀に反する。だからもともと用意するつもりではあったが、あの姑に金額まで指図されると腹立つことこの上ない。結局10万円を包んで渡したが、うち祝いが送られてくることはなかった。私たちの時は千円札1枚で済ませたのに、義兄夫婦にはその100倍もする10万円をあげるだなんて。そうそう、これが本当の100倍返しなんて納得できるわけもなく。これを機に私と姑の亀裂は決定的なものになる。そしてさらなる決定だが、この後に控えていたのだった。半年後、ついにカレンさんが出産した。 K 君と名付けられたその子は男児だったので、長男至上主義である姑は大喜び。落ち着いた頃に出産お祝いを贈ろうかと正也と話していたところ、義実家に声をかけられた。3ヶ月経ったので、お披露目会と称して義実家に集まることになったのだ。あんな出来事があったので少々生きづらかったが、新しい命の誕生は私だって喜ばしいと思う。しかし姑の甘い赤ちゃん言葉は、正直に言うと胸焼けする。まあなんてできた嫁なの。こんなに可愛い子を産むなんて。ケイ君バーバでちゅよ。ベロベロバー。孫を抱く姑は赤なめのように長い舌をレロレロさせてあやした。ケイ君は号泣。うわー、泣き声も元気でちゅね。ああマサヤ、お寿司の出前が来たみたいだから出てちょうだい。ピンポーンと玄関から呼び出し音がしたので、姑はコロッと態度を変えてマサヤに声をかける。今は孫に夢中でそれどころではないのだろう。わかったよ母さん。あ、私も一緒に行くわ。人数分だと多いでしょ。これ以上姑のあやす姿を見ていたくなかったので、私もついていくことに。今回注文したのは大人6人分の特上寿司、それに加え100日祝いも兼ねたということで、なんとお頭付きの鯛まであった。合計金額は約10万円。大奮発の内容に受け取った私たちは驚いた。母さん奮発したな。あの人も出すときは出すのね。うちらの結婚祝いは1000円だったけど。さあ運んで俺たちもいただくとしようよ。無理やり笑ったマサヤが一番傷ついているだろうに。私もそうねと笑い返すと、リビングへ高級寿司を運んだ。待ってましたとばかりに受け取る姑とカレンさん、女性陣で台所に立ち配膳の準備をすることにした。高級寿司は6人分、それに合わせてお皿も大人用のものを用意したのだが。あら何してるの琴乃さん。お寿司は可愛いケイ君の分も入ってるのよ。子供用のお皿を1枚出してちょうだい。え？そしてあなたのはこれよ。はいと言って渡されたのは、
皿にてんこ盛りにされたガリ。はい？私の分は。あら、ごめんなさい。他人の分はないみたい。ポカンと口を開けた。何を言ってるんだこの人は。寿司も食べられない赤子に高級寿司、大人の私に山盛り狩りをあてがおうとしているだなんて。あまりのことに私が言葉を出せないままでいると、カレンさんが姑の背後にすり寄ってきた。かわいそうですよお母さん、私の分はありますよね。もちろんよ、孫を産んでくれたカレンちゃんは大事な家族。でもね、この不妊嫁はもう他人よね。ピキピキと怒りが湧く。今日も一戦やるつもりの姑に、こちらも臨戦態勢に入った。しかしすぐに空気を察知したマサヤが飛んできて声をかける。母さん、琴乃になんてことを言ってるんだ。だって琴乃さん、いつまでたっても孫を産まないじゃない。家族として扱われようだなんてずうずうしいわよ。ずうずうしいのはそちらだと思うのだが。話にならない。琴乃、帰ろう。うん。マサヤがかばってくれたことが嬉しくてジーンとする。本当なら姑とカレンさんに言い返したかったけれど、お祝いの席でそんなことはできない。長男であるマサヤさんはただ笑って見ているだけ。姑だって黙りっきり。こんな義実家もう知るもんか。私たちは怒りを抑えながら荷物をまとめて出ようとした。その時、ちょっと待った。それまでほぼ空気だった姑が声を出した。歌舞伎の見えを切るがごとく、右の手のひらを前方に掲げ、背中を向けた私たちに待ったをかける。そんな必要はないぞ。マサヤたちが他人で出て行くというのなら、お前だって出て行かなければならん。は？私が？あなた急に何言ってるのよ。呆れたように姑に声をかける姑。しかし彼がタンスから出した書類を見た途端、姑の目玉が飛び出した。なんとそれは離婚届だったのだ。離婚届？これにはさすがに私たちも驚いた。二人のやりとりに注目が集まる。俺はもう限界だ。今までずっと書いておくだけでしまい込んでいたが、今日のお前ほど醜悪なものを見せられては我慢できない。署名してさっさと他人になってくれ。ちょっと、あんたいきなり何を言ってるのよ。しかし姑の意志は固いらしい。両腕を胸の前で組み、かたくなに首を横に振る。いきなりじゃない。ずっと考えていたことだ。お前、マサヤたちの結婚祝いの金もくすねていただろう。え？突然の事実に姑だけでなく、私たち夫婦も思わず声を漏らした。私たちの結婚祝いのお金をくすねた。その事実はとうとうと姑の口から暴かれていく。お前に10万を渡して任せていたが、後々マサヤから聞いたら入っていたのは1000円だったというじゃないか。お前、あの時の10万はどうしたんだ？あれはそのねえ。なぜか姑はちらりと勝也さんを見る。勝也さんは慌てて視線をそらした。なんだか怪しい。お前がくすねたんだろう。違うわよ。あれは勝也がどうしてもお金が必要だって言うから、つい。おい母さん。聞き逃せない情報に私の眉が動いた。その後の3人の押し問答をまとめるとこうだ。当時姑はきちんと10万円札を用意し、姑に祝儀袋に包んで渡すように言ってあったのだという。しかしその時、姑は勝也さんからお金に困っていると相談を受けていた。それでつい
私たちへのお祝い金を横流ししてしまったのだと。おとなしいマサヤならうるさく言ってこないだろうという呆れた魂胆でそうしたのだ。あ、じゃあ勝也があの時急に借金返済できたのってその10万。わ、言うなカレン。思い当たる節があるらしいカレンさんの口を止めたが、もう遅かった。冷や汗をだらだら流す勝也さんが見つめたのは私たち夫婦。しかしそれを聞いて一番怒ったのは私ではなくマサヤだった。俺たちへのお祝いを兄さんにだって、しかも借金返済のため。大学資金だって兄さんには出して俺には奨学金だったのに。こんな裏切りはない。もういい加減にしてくれ。そんなに怒らなくても。うるさい。俺はもう母さんとは絶交する。なんだか大変なことになってきたようだ。白崎家の崩壊を他人と言われた私は見守るほかない。絶交なんかしなくていいぞマサヤ。俺はこいつと離婚すると決めた。もう他人になるんだから。ちょっとあんた、勝手なこと言わないでちょうだい。勝手なのはお前だろ、この妖怪猫ババ。シュートの言葉のチョイスに私とカレンさんは思わず吹き出した。笑われたシュートメもさすがにプライドが傷つけられたのだろう。堅くなな態度のシュートに対し、それならこちらもと反撃を出した。ああ、わかりました。それなら離婚してやりますよ。私は勝也たちと幸せに暮らしますからね。あんたは一人寂しく老後を過ごせばいいわ。え、俺んち？突然名を挙げられて驚いた勝也さん。姑は戸惑う勝也さんの腕に絡みつき、掴んで離さない。そうよ、あんたのためにどれだけお金をかけたと思ってるの。長男なら親の面倒を見るのは当たり前でしょ。それはさ。ちょっとそれはマジ勘弁してほしいんだけど。まさか自分のところまで飛び火するとは思わなかったのだろう。カレンさんも慌てて勝也さんのもとへ行った。あれだけ姑にすり寄っていたくせに同居はしたくないなんて。まああんな姑だったら当たり前かもしれないが、甘い蜜だけ吸おうなんて虫がいい話だ。大丈夫よ、ケイちゃんのお世話たっぷりとしてあげる。まあそれならいいか。え、ちょっと勝也まで何言ってんの。ほだされ始めた勝也さんを見て姑がにたりと笑うのを私は見逃さなかった。あの様子だと勝也さんは姑に言いくるめられるだろう。話が長くなりそうだったので私はせっせとお寿司をパックに詰めて持ち帰る準備をする。このお寿司も10万円、猫ババされたお金も10万円。それならこのお寿司は私たちのものだからいただいても全く問題はないだろう。私は詰め終わるとまだ怒っているマサヤに声をかけた。さあ改めて行こうかマサヤ。うん、なんか俺すっきりした。そうして晴れ晴れとした表情を見せたマサヤは心なしか以前よりもぐっと頼もしく見えたのだった。その後結局シュートとシュートメは無事に離婚届を提出。シュートは以前から相当の準備をしていたらしく、財産分与もシュートに有利な割合で話をつけることができたようだ。少ない割合でも姑が納得したのは他にも理由がある。長男夫婦にすり寄ることで自分の老後は安泰だと考えたのだろう。あれからすぐに姑は勝也さんたちの家へ引っ越した。発言通り K 君の面倒はきちんと見ているようだが、聞くところによるといろいろと口出しをしすぎているらしい。カレンさんから悲鳴が上がっていた。そんなカレンさんのストレスは私にぶつけられる。あれから頻繁に今日はこんなことを言われただの、こんな悲惨なことがあっただのと
報告メッセージがなぜか私宛に届くようになったのだ。母乳母乳ってうるさい、あんなに口うるさく言われたら出るものも出ないわとか、今日は大量の漬物作られたんだけど冷蔵庫がそのタッパーでパンパン、私のプリン邪魔だから食べたとか言ってお前が食い意地張ってるだけだろうがとか、しょうもないことばかりである。多分これも嫌がらせなのだろう。私はそっと受信拒否設定をした。それからの私たちの生活は平和そのものだった。仕事も夫婦生活も順風満帆。今まで唯一のストレスだった姑がいなくなっただけでこうも清々しく毎日を過ごせるのかと驚いたくらいだ。そんな静かな日々が約半年くらい続いた頃、ある変化が起きた。姑のパワーはやはり強すぎたらしく、とうとうカレンさんに我慢の限界が来たのだ。ノイローゼ気味になり、K 君を連れて実家へ帰ってしまったという。さすがにこれはやばいと思った勝也さんが姑を責め立てた。母さん、どうしてくれるんだよ。カレンも K もいなくなって、俺の家庭はめちゃくちゃだ。だって、カレンさんの育児って見てられないのよ。ダメよね、最近の若い子は何にもできなくて。母さんは昔からうるさいんだよ。こうなったのも全部母さんのせいだ。反省しない姑に腹を立て、ついに勝也さんは家から追い出す。しかしそれでも勝也さんは妻子に戻ってきてもらえなかった。なぜならカレンさんから離婚を突きつけられたからだ。産後に自分を守ってくれない夫に愛想を尽かしたカレンさんはシングルマザーとなることを選択。実家の両親に預けながら子を養うため働く彼女はダブルワークで毎日クタクタになっているという。それでもそっちの方がマシと思えるくらいに姑との同居は凄まじかったのだろう。そう考えると少しだけ同情する。そして一人きりになった勝也さんもまたその後突然会社からの解雇に遭い悲鳴を上げた。雅也から聞いたのだが、勝也さんが働く会社は地元の家族経営のところなのだそうだ。小さいそこはもともと経営自体が傾いていて社員数も減る一方、それでも真面目でない勝也さんが雇ってもらえていたのは家族を養っているという立場があったから。人情深い社長さんはなかなか言い渡せなかったようだが、今回離婚したことで言いやすくなってしまったのだろう。今までの仕事への態度のツケが回ってきたように私には思えた。しかしこれにより迷惑を被ったのは今まで関係なかった私たちだ。夫にも義兄夫婦にも見放された姑は今度は私たち夫婦にすり寄ってきたのだ。雅也のもとに頻繁に姑からのメッセージや電話が届くようになってしまう。また母さんからメッセージが来たよ。また？今度はなんて？反省してる、一緒に暮らしたい、だってさ。ずうずうしいことこの上ない。私はもちろん無視するように言った。着信拒否まではさすがにできないのか、雅也は常に来る姑からの連絡に頭を悩ませるようになる。優しい性格の雅也、初めて姑に反抗できたあの日から強くなったが、やはり根は変わらない。姑の存在を気にするようになってしまった。しかし私にはあの姑がどうしてもこの短期間で反省できるような人物には思えない。だから雅也が会ってみようかなとつぶやいても強く引き止めた。そのせいか少しずつ夫婦間がギクシャクとし始める。そしてさらに追い打ちをかけるかのように私たちの生活に暗雲が広がった。なんと私たちの家に対する謎の嫌がらせが始まったのだ。それは家の玄関前にゴミを散らかされたり、ポストに生ゴミを入れられたり、庭に植えておいたお花を刈り取られたりといった地味だが悪質なもの。
どうしてこんなことをされるのか理由がわからず、途方に暮れるばかりだった。最初は近所の誰かがしているのかと思ったが、ある日ゴミを出した際に、隣の住人と立ち話をして、あることが判明した。え？変な人が？そうなのよ、夜中にね。私最初お化けかと思ってびっくりしちゃって。なんかビニール袋に大量のゴミを入れて、お宅の周りをうろうろしていたわよ。その人の容姿とかわかりますか？ようやくつかんだ犯人への糸口に身を乗り出して聞いてみる。すると隣人が述べた嫌がらせ犯人の容姿から思い当たる人物が頭に浮かんだ。もしかして。直感めいたものを感じた私はすぐに雅也に相談をした。防犯カメラの設置？うん、最近ずっと続いているし、ここら辺で犯人を捕まえてみない？私こんな風にされっぱなしなんて嫌よ。そうだね、うん、そうしようか。私の提案に雅也もうなずいてくれたので、玄関と庭先に防犯カメラを設置。そして1ヶ月後、カメラは見事犯人の姿をデータとして残してくれた。証拠となるそれを見た私たちは驚きの声を上げる。特に雅也の驚愕は大きいものだったに違いない。そして私たちは覚悟を決める。また犯人がやってくるだろう時間帯を狙い待機することにした。データによると、以前犯人が来ていた時刻は24時ちょうど。今回も同じ時間帯に来るだろうと玄関先で息を潜めて待つ。しばらくするとガサガサとビニール袋が鳴る音が闇に響いた。玄関扉をこっそりと開けて隙間から覗くと、暗闇の中をうごめく犯人の姿。隣人が言った通り、ビニール袋を片手にうろうろとしている。中身はもちろんゴミだ。犯人はそれをつかむと、まるで枯れ木に花でも咲かせるかのように満面の笑顔で周りに撒いたのだ。しかし撒いているのは花になる灰ではない、ただのゴミだ。それを散らす犯人の笑顔は醜悪。目の前で見てしまった雅也も呆然とした。黙って見ていることに耐えられなかった彼は玄関扉を開いて犯人の前に立ちはだかる。なんでこんなことを。母さん。え、雅也。突然現れた息子に姑は驚いた。しかし驚いているのはこちらも同じだ。映像を見て覚悟はしていたが、本当に姑だったなんて。私たちは逃げようとする姑を捕まえて家に引きずり込み、リビングにて事情聴取を始めた。どうしてこんなことをしたんだ。だって雅也が同居してくれないって言うから。だからどうしてそれでゴミを撒くことになるんだよ。雅也が強くテーブルを叩くと、姑は泣く泣く説明をする。しかしその言い分はとても私たちには理解できない。姑が言うには、嫌がらせをして私たちが困れば離婚するとでも思ったらしい。そうすれば弱った雅也に同居を持ち込めるだろうと踏んだようだ。もし離婚しなくても、弱った私たち夫婦に嫌がらせの犯人を見張る体で同居に持ち込めるだろうとも。全く考えていないようで考えている。しかしその考えの浅さはやはり変わっていない。一通り話を聞き終えた雅也はついに母親に愛想を完全に尽かすことになる。呆れた顔を作って姑に最終通告を言い渡した。もう金輪際、俺たち夫婦にも付きまとわないでくれ。雅也、実の母親になんてことを言うの。実の母親ならもういい加減子離れしてくれ。っていうか、嫌がらせをするようなやつ母親じゃないよ。あんなに優しい雅也にここまで言わせるとは、さすが姑。子供にここまで言われても
悲しむことなくただ怒っている。それが子供より自分が大事だという人出なしの証拠なのだ。私はマサヤに助け舟を出すべくある書類を取り出した。お母さん、こちらをどうぞ。ん？何よこれ。姑が面倒くさそうに受け取ると私はきっぱり言い放つ。住み込み課の求人情報一覧です。私が集めておきましたので合うものを探してみてください。求人ですって？姑はわなわなと震えながらその紙を持った。そう、今彼女に渡したのはここ数日で私がかき集めた住み込み課の求人情報だ。もちろん60代以上でも可能なところを厳選して集めた。これ以上姑にまとわりつかれないためには彼女にも安心できる環境が必要だと考えた末の用意だ。失礼ね。老体に鞭打って働けって？そうです。お母さん、マサヤたちが成人してからもずっと専業だったじゃないですか。大きな病気もなく旅行ばかりだったそうですね。あと演劇鑑賞がご趣味だったとか。そのお金はどこからでした？姑が言い返せないのは無理もない。その資金はすべて会社役員として昼夜汗だくに働いていた姑の賃金だと私は知っているのだ。財産分与で多少の資金はあるものの、この姑だと早々に使い果たすだろう。そうなると困るのはこちらなので、何が何でも彼女自身で生活をしてもらう必要があった。いい加減自分で稼いだお金で生活してみたらどうですか？まあ、なんて生意気な嫁なの。むしろここまで情報を用意したこちらに感謝してほしいくらいなのだが。生意気で結構です。あとこのデータは警察に渡しておくので、今後我が家に近づけなくなると思います。不審者リストに入るはずですから。警察？ちょっとマサヤ、この嫁に何か言ってちょうだい。もう他人だから嫁でも何でもないのに、姑はマサヤにそんなことを言う。しかしマサヤはもう強くなったのだ。にっこりと笑顔を作り私の味方になってくれた。さすが琴乃、そんな強い君に僕は惹かれたんだよ。ありがとうマサヤ。姑の悲鳴が響き渡る。しかしなすすべもない姑はすごすごと帰るしかない。とんでもない展開を迎えた一夜であったが、こうして私たち夫婦にようやく平穏な朝がやってくるのだった。翌日、宣言通り私たちは警察にデータを見せて見回りを強化してもらうことにした。被害届までは出さなかったが、それだけでも十分効果はあったのだろう。ゴミが撒き散らされることも、姑が姿を現すことも二度と起こらなくなった。そしてその姑といえば、え？本当に求人に応募したんだ。うん、今は旅館で仲居をしてるって。あのお母さんが。しばらくするとマサヤのもとに姑から旅館で住み込みとして働くという報告が入った。財産分与で家を取れなかった姑にとって住む場所はやはり早急に欲しかったのだろう。住み込み課で条件を絞った私のやり方はどうやら合っていったようである。社会経験もろくにない姑、勤め先で苦労をしているらしい様子が雅也に届けられるメッセージからありありと伺えた。母さん、仲居から掃除担当になったって。多分仕事ができなくて迷惑かけたんだろうな。申し訳ないけど想像できるわ。老後が見えた頃にスタートを切った姑の仕事生活、それは前途多難だろうが、きっと彼女にとっても人らしい姿を取り戻す最後のチャンスになるに違いない。それを生かすかどうかは姑次第である。
そして本当にようやく私たち夫婦に平穏が訪れたと思ったら、ここに来て大きなどんでん返し。なんと念願の子供を授かったのだ。30代半ば近くになった私にようやく来てくれた赤ちゃん。日々大きくなっていくお腹を愛おしい気持ちで撫でた。早く会いたいな。あともうちょっとね。本当に楽しみ。うん、父さんも楽しみにしてるって言ってたよ。あれから舅はしばらく実家で一人暮らしをしていたが、最近家を売り払い私たちの近所で暮らしている。優しい舅なら同居してもいいよと私は申し出たのだが、彼は遠慮して近場の小さな家を購入、悠々自適な独身ライフを楽しんでいる。最近は株運用に目覚めたらしく、資金を順調に増やしているそうだ。雅也にはあまりお金をかけてあげられなかったからな。孫にはうんと使わせてくれ。なんて言ってくれた舅には感謝しかない。琴乃、これからもよろしくね。こちらこそ。出産したら大変な子育て生活が始まる。でも荒波を乗り越えた雅也となら、きっと共に頑張れる。これからは親子三人、そして優しい舅と楽しく毎日を過ごしていこう。